はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B のベクトルの成分丸三をお送りします。で、これで成分3本目です。で、ここからちょっとまた話が切り替わるというか、新しいことが始まるので、まあ、ポイントがあります。で、今回はポイントが2問、で、下にね、4問、計6問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回の動画の最後でもね、ちょっと話をしましたけど、何が新しいかっていうと、まあ、今回座標軸書いてないんですけど、2点間の距離、ただ A っていう点と B っていうこの2点間の話をします。だから、A、まあ、座標って言い方ね、あれだけど、成分だけどね、A っていうところと B っていうところを考えたときに、その2点間の AB ベクトル、AB ベクトルと、それの AB ベクトルの大きさをまず覚えてもらいます。これ公式ね。でも、今までやった知識とほとんど変わらなくて、この AB ベクトル、前からやってるように、後ろ引く前っていう風にやることができるっていう話をしたでしょ。だからそれと全く同じで、後ろ引く前だから、結局、A がこれ、成分がね。で、B がこうなってるので、今 B が後ろだからさ、B から A を引けばいいって。で、こっちも同じ。Y の方も。こうやってすることで OK だよって、まあ、後ろから前引いてねっていうだけです。成分考えるときにね。で、成分が分かってるので、その大きさに関してはそれぞれ2乗して足すだけですって、ルートつけるっていうね、今までと同じなので、これちゃんと書くとすると、このね、 B1-A1 こっちの2乗プラス後ろ B2-A2 の2乗でルートがつきますよって。でも、まあ個人的にはこれをまず覚えるってよりも、まずこれを覚える、成分後ろ引く前っていう、それをシンプルに覚えてもらって、あとはあの三平方の定理の時と同じ感じですけど、それぞれの成分を2乗して足してルートつければ大きさになるよっていう風に覚えてもらえたらいいのかなと思います。だから成分出せればね、大きさ出せるからさ。で、下の問題やっていくと、4点、まあ、O が原点だね、まあ、0、0で、A が3、0、B が -1 の2、C が -2 の -4 と、まあ、これが与えられてて、次のベクトルを成分で表し、それぞれの大きさを求めようという問題です。まあ、上をもろに使えっていうことやね。で、ここに関して、まずいきましょう。で、成分から書こうかね。で、基本的に後ろ引く前です。だから、後ろは B でしょ。引く前00なんで、ちょっとこれはもう暗算でいいね。成分は、このまんまいけばいいから、-1-2。これが成分になります。いいかな？で、大きさは、こっちちょっと隙間開けようかな。まあいいか、ここは。OB ベクトルの大きさは、さっきも言ったように、成分を出したら、それぞれを2乗して足してルートです。2乗すると1、2乗すると4、足すと5、ルートをつければいいから、答え、ルート5と。ね、これで OK になります。じゃあ、サクサクいきましょう。で、AB ベクトルですね。まあ、言ったように、後ろ引く前です。暗算すること全然可能なんですけど、ちょっとここは書きましょうかね。で、X の方が後ろ引く前なので、-1-3と。で、B も、あ、ごめんなさい、B じゃねえね。Y の方が、後ろ引く前なので、まあ、ちゃんと書くとこうなると。で、それぞれ計算すると、-4-2。ね、これが成分になります。で、大きさに関しては、AB か。それぞれ2乗する。2乗すると16。2乗すると4です。で、足すと20なんで、ルート20。でも、ルート20はね、簡単にできるので、これ2ルート5。ここまで持っていきましょう。これで OK。ですね。で、次、CB ベクトルなんで、まあ、後ろ引く前なんで、後ろ引く前か。だから、これも一応書こうかね。-1、引く -2 なんで、プラス2になるね。で、B が2-4なんで、プラス4か。
ってことで1の6とこうなります。いいね、これが成分。下、あ、ちょっと下に行ってんな、ごめんね。1の6か。で、次大きさが CB ベクトルの大きさ、それぞれ2乗すると1、2乗すると36、足すと37で、ルートつけるとルート37で、これ簡単にできないのでこれで終了になると。でもってラスト BA ベクトルです。で、これちょっと工夫して解くこともできるんですけど、まあ今まで通りやっていきましょう。後ろ引く前なんで A-B になるね。だから A が3だから3引くマイナス1だからプラス1で、0引く2だからこのままか。なので成分が4のマイナス2になります。入ってる、はい。で、これはですね、本当は出さなくても全然いけるんですけど、まあ、一応ね、2乗すると16、2乗すると4なんでルート20、さっきもあったね。で、簡単にして2ルート5となります。で、何が工夫できるかっていうと、ここ AB ベクトルと BA ベクトル、アルファベット逆になっただけです。で、これは前もやったようにベクトルっていうのはアルファベットを逆にしたとき、if 号にすれば一致します。いい、向きをね、 AB のアルファベットを変えたければ符号を変えればいいんです。これ同じね。ってことは BA ベクトルっていうのはこれ書き換えると AB ベクトルの符号を変えたやつなんだよ。だからさっきの成分の両方とも符号を変えたのがここに来る。だから計算しなくても本当はできる、これがあればね。で、しかもベクトルってでも AB と BA っていうのは逆ベクトルなんで、例えば AB がこれだったら BA は同じ長さで向きも同じで逆なのね。ってことは長さ同じだから大きさ当然同じなんだよ、 AB も BA も。だから本当は出す必要ないんだけど、でも今回はね、こうやって成分の表し方、後ろ引く前っていう練習もしたかったので一応ね、やらせてもらいましたが、まあ、そんな工夫もできるっていうのも頭の片隅にね、置いといてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ今回はね、高校数学数 B のベクトルの成分丸三をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、この成分が次回丸四で終了です。で、次回はですね、ポイント抜きで普通の問題を2問やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。